こんにちは。霊夢だよ。どこにでもいる女子高生だよ。みんなはお小遣いはいくらくらいもらってるのかな？霊夢は毎月5000円もらってるよ。だけど、今日お母さんからお小遣いの支給方法を変更するっていう提案があったよ。3つの案を提示されたけど、どれが一番お得なのかな。A 案ならうまくいけば毎月6000円ももらえるし、B 案なら前半は毎月1万円ももらえるし、C 案ならうまくいけば毎月8000円もらえるし、もちろんリスクもあると思うんだけど、こんな時はあの人に相談しよう。立花ちゃん、立花ちゃん、立花ちゃん。やっほー、立花だよ。霊夢ちゃんの同級生で、数学が大好きだよ。立花ちゃん、ちょっと相談があるんだけど、霊夢は今毎月5000円お小遣いをもらってるんだけど、お小遣いのもらい方を変えるとして、この3つの案の中で一番お得なお小遣いのもらい方はどれだと思う？え？ 5000 円ももらってるんだ。立花の家とは全然違う。立花の家は貧乏だから。急に黙ってどうしたの、立花ちゃん。なんでもないよ。これは期待値の計算で、どのもらい方が一番有利か数学的に判断できるね。計算できるの？それ教えてほしい。それじゃあ、今日は期待値と期待金額の出し方について解説するよ。みんなもゆっくりしていってね。まず、期待値だけど、確率変数 X が表に示された分布に従うとき、確率変数の各値に、それぞれの値を取る確率をかけて、すべて足し合わせた値のことだよ。なんのこっちゃわからんちん。期待値は平均値とも言うんだけど、一回の試行の結果期待される平均的な数値の大きさとも言えるね。まだよくわからない。例えばサイコロを振った時の期待値を考えてみようよ。確率分布はこうなるよ。どの目も出る確率は6分の1だね。そしてサイコロの目の値と確率を掛け算して全て足すとこうなるよ。 3.5 になったね。これが期待値だよ。サイコロを1回振った時に出る値として平均的に期待できる値は 3.5 ということだよ。なんとなくわかった気がする。そして期待値が金額で表されるとき、これを期待金額というよ。お小遣いの場合、当然期待金額が大きい方が有利と判断できるよね。金額が大きい方が嬉しいもんね。そこで今回は提示された複数のお小遣いの1年間の受け取り方の期待金額をそれぞれ求めていくよ。それで一番金額が大きい受け取り方を求めよう。合点承知。まず、現状霊夢ちゃんは毎月5000円もらってるんだよね。そうすると1年でいくらになるかな？1年は12ヶ月だから12倍すればいいのかな。そういうことだよ。6万円になるかな。そうだね。次に A 案を見ていこう。A 案は運が良ければお小遣いアップになりそうな気もするけど、ここでは毎月サイコロを投げるから、まず1ヶ月あたりの期待金額を求めるよ。目が1から4の確率は3分の2、5または6の確率は3分の1だから、確率分布はこうなるね。なるね。そうしたら確率変数、つまりここでは金額と確率を掛け算して足してみよう。こうなった。これが1ヶ月の期待金額だね。1万を3で割るから毎月3000円くらいじゃん。1年で見ると12倍してちょうど4万円だね。少ないな。これでも立花の家よりずっと多い。でも運が良ければ毎月6000円もらえるんでしょ。12倍すると1年で7万2000円もらえるかもしれないんだよね。相当運が良ければ確かにそうだけど、じゃあ12ヶ月連続でサイコロの5または6の目を出す確率はいくつだと思う？霊夢の強運なら大谷翔平の打率くらいあると思う。確率3分の1の12乗だから53万1441分の1だよ。約50万回に1回、約 0.0002%。 小さすぎて草。12ヶ月連続じゃなくても、現状1年で6万円もらってるから、9ヶ月間6000円、3ヶ月間2000円以上で、トータル金額が現状以上になるんだけど。
この確率もこんな感じで計算すると約 0.4% くらいだね。大谷翔平どころか、伸びたの打率より低くて草。逆に言うと 99.6% くらいの確率で霊夢ちゃんは損をするってことだよ。A 案は選択しない方がいいってことだよね。危うくお母さんに騙されるところだったわ。クソったれめ。それじゃあ次は B 案も考えていこう。丘の下。B 案はサイコロを振るわけじゃないから確実な金額が出てくるね。最初の4ヶ月は確かに魅力的だけど1年間で見ると結構安いね。 A 案よりはマシという感じかな。それでも現状よりずっと金額が下がるからこれも選択しないね。うーん、これはまさに調査星みたいな案だね。それじゃあ最後の C 案だよ。 C 案は最高額と最低額の差が激しそう。勝負師の気が騒ぐぜ。A 案の時と同じように計算するとこんな感じだよ。おい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 、全然少ないでんがな。これじゃ全然好きなものも買えないし遊べないよ。うっ、48,600円なんて立夏にとっては見たことがないくらいの大金。お金持ちの家の子と貧乏な家の子では感覚がこんなに違うんだ。また黙っちゃってどうしたの立夏ちゃん。うん、なんでもないよ。確かに最高額は96,000円と高いけど、12ヶ月連続で奇数の目を出せる確率はこんな感じで、宝くじの高額当選レベルの低さだよ。それでもこの3案の中なら最も有利なお小遣いの受け取り方はこの C 案になるね。最も有利な案が現状の6万円より低いんですが、霊夢ちゃんのお母さんの意図が見えてくるね。あの毒をやめ、許さんぞ。騙されるところだった。数学的に計算してみると不利な選択を合理的に避けられるね。立夏ちゃん、ありがとう。お母さんには現状維持を申し込んでおくよ。それがいいね。それじゃあ皆さん、バイバイキーン。バイバイだよ。おっぱい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 。